ようこそリーダーの挑戦へ。この番組では僕が最も尊敬するリーダーの方をゲストとしてお迎えし、5つのキーワードからその方の人生哲学に迫っていきたいと考えています。今回のゲストは株式会社日本総合研究所理事長の沖縄由里さんです。沖縄さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。生の経済を実際に体験したっていうところがですね、すごく私の能力というか、エコノミストとしての幅を広げるのにすごく役立ってるなっていうふうに思っています。子供を育てながら、母のサポートしながら、父を気遣いながら仕事をするっていう、そういう状況がもう数年間続いて。数年間ですか。そうですね、心の心硬脈を掘り当てようっていうのがあって、やりたいことっていうのはやってみるとかえってそれでエネルギーが湧いてくるっていうこともあると。成長する人ってやっぱり素直な人、それから柔軟性のある人、視野の広い人、そういう人がやっぱり成長すると思います。